思わずブライトさんが出てきてしまった、すごいって言葉が全て語ってるこの高揚感ですね。この全員の心が一つになっていく過程っていうのは、さっきまでの殴ったねとかですねもう二度と塗ってやるもんかというのがあったからこそのこの爽快感なんですね。オタキックスチャンネル、岡田敏夫さんの機動戦士ガンダム解説、いよいよ第9話飛べガンダムの最後の解説となります。摩擦と衝突を繰り返した果てに青年たちがつながる爽快感、そのカタルシスを解説します。それではご覧ください。ということでですね、ガンダムはですね、クソシャーメンといった張り切ったアムロがガンダムで発信します。でその時にやってみたい戦法があるんですけどってことで、今回の表題ですね、飛べガンダムということで、ガンダムにもですねバーニアとジャンプ力があるんだということで、アムロはですね地面に着陸した後、ガンダムで発信して着陸した後、ジャンプしてバーニアを吹かして空中戦をやり出すんですね。戦闘機と空中戦をやり出します。敵の戦闘機を落とすと、そうするとまあ曲が変わると、あのタッタンタ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 ンタ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 タラララっていう例のですね、めっちゃ明るくなる曲で、前半何だったのよという感じでですね、明るくなってきて、ブライトがアムロガンダムが空中戦をやってます、ここが転換点ですね。この右手は、ホワイトベースの窓にギリギリまで寄って体を支えてるっていうことなんですね。体を支えるというようなことをしてましてですね、で振り返ってガンダムは空中戦やってます、リード艦長が何すごいっていうふうに、ブライトさんがすごいっていうふうに独り言で言っちゃいます、ね、でこの時のこの盛り上がってる音楽のこの高揚感、前半のというかもう先週先々週ぐらいのずっとためがあって、ガンダムは空中戦やってます、思わずブライトさんが出てきてしまった、すごいっていう言葉が全て語ってるこの高揚感ですね。無線解除だ、セーラーガンキャノンガンタクに指令、ガンダムの着地の戦艦を狙う瞬間を狙い撃ちにされないように援護させろっていうと、もう撃てば響くようにカイさんもですね、ハヤトもリュウも分かったというふうに言って、ガンダムが降りてくるときに援護射撃をしてくれるんです。この全員の心が一つになっていく過程っていうのは、さっきまでの殴ったねとかですねもう二度と塗ってやるもんかというのがあったからこそのこの爽快感なんですね。ガンダム講座ですね、飛べガンダムの前半解説はここまでです。いや、やっぱりねいいですよね。前半こうギュッと暗いのやった後でですね、例のなんか皆さんが勝利確定曲って呼んでるやつですねBGM あれがかかった後の展開すごくいいんですけど、やっぱあの僕最後にフリップで見せてたあのブライトさんが窓にもたれかかって喋ってるあのシーンが今見てもすごいです。あれ何かっていうと、つまりその右手は窓にもたれかかってるからこうやってるんですけど、窓書いてないんですよ。窓書いてないのに重心が体の前に行ってて、ここに手がこうなってるおかげでそこに窓があるのが見えるっていうですね、これもそのアニメーションの描き方の一つなんですけども、そういう重心がかかってて手があるから透明な窓があるっていうのが分かるのと、あとはその作画をどん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 精密にして窓透明なやつをやって、でそこであの CG で反転画像を出すことによって窓に映り込んでる自分を描いてっていうですね、なんかこの描き方の差っていうんですか、いわゆる前半がそのガンダムとかでやってた予算も低くて人数も少ない時の描き方で、後半が、まあ、今だったら新海誠とかがよくやるやり方ですね。どん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 絵をリアルな自社方向に近づけていって、本来だったらばそこに本当にガラスがあって、本当にその向こうに撮影のカメラがあったら映っちゃうものを全部描いてしまうというやり方、どっちがいいってこともないんですけども、このガンダムのやり方っていうのはですね、最近あんまりやる人がいないんでですね、あ、なんかめちゃくちゃ面白いなというふうに思いました。あとフラウボーの演技ですね、前半で語ったことなんですけども、ガンダムのマニュアルあるでしょう、で私が行くわって言った後、私って言った後目を下げる後で、そうするとあのアムロがいや僕が行くっていうシーンなんですけど、やっぱその下を向くのは考えてるからだ、内省的になってるからだというふうに2年前の僕は解説してるんですけども、これちょうどあの先週のですね、夏空っていう NHK の連ドラで主人公なんですか、もうあなたとの婚約破棄しますって怒ってて、まっすぐに向いてる時にその酒場さんっていう後の、まあ、高畑勲ですね、それが一生懸命私はこういうわけでっていうふうに一生懸命話す、そうすると夏がだんだん
心を受け入れるモードになってきて目線を下げるんですね。つまり夏が目線を下げるっていうのは内省的になって怒りが止んでるっていう表現なんですけど、それをアニメでやってるわけですね。で、夏は目線下げるときに、あ、私の本当の気持ちはどうなんだろうって考えてるわけですけど、じゃあフラウボーの目線を下げるときの演技は何を考えてるの？それはこの後のアムロとのやり取りでわかるんですね。フラウボーが、あ、私ガンダム乗るわ、私って言ったと思わず目を下げちゃったのは、ガンダムに乗ると決意した瞬間に恐怖が襲ってくるんですね。やっとアムロが何と戦ってたのかわかると。アムロが情けないこと言わないでってフラウボーが励ましてたんですけれども、じゃあ私が行くって私って言った瞬間に自分があれに乗って敵と戦うという恐怖を初めて感じたんですね。なので目線を下げてしまったわけです。そうするとアムロはその目線を下げたフラウボーを見て怖がってるのがわかると。じゃあ幼馴染の女の子が怖がってるのが分かったから、君にはガンダムは無理だよ、悔しいけど僕は男なんだと言って、もう一回ですね、恐怖に震えてる女の子を見たからこそアムロは行くと決意してるわけですね。これ何かっていうとですね、エヴァンゲリオンの第1話なんですよ。エヴァンゲリオンの第1話で絶対に嫌だと言ってた碇シンジがですね、なんでエヴァに乗ることを決意したのかっていうと、目の前で血まみれになってる女の子がもう一回戦えますって言って起き上がる姿を見たからこそ行くんですよね。エヴァってだからガンダムっていうのをですね、結構ちゃんと意識してですね、いいところを持ってきてるんですけどもですね、このあたりの演技のやり取りっていうのは、最初に出したガンダムが一番ぎこちなくて、後のエヴァとかになってくるとだいぶ上手くなってくるので、あ、碇シンジは綾波のこういうところを見て決意したんだっていうのすごい分かりやすいんですけども、ガンダムの時代はですね、まだまだちょっと分かりにくいような表現でやってるし、あと同じですね、結局どこまで書いて分かりやすくするのか。エヴァの場合は血まみれの綾波を何度もシンジが見て、碇シンジが見て、こう目をつぶって逃げちゃダメだっていうセリフを言ってから自分が行くっていうふうにやった。だから分かりやすいんですよ。だからそのエヴァの逃げちゃダメだというシーンで、僕正直言って本放送の第1話見た時に安っぽいなって正直思ったんですよね。それはガンダムはあんだけかっこよくやってるのにエヴァ全部説明してんじゃん、ダッセーアニメっていうふうに思ったんですけども、今やその僕がダッセーと思ったエヴァですら高級な表現になってきてですね、さらにアニメは噛み応えがないものになってきてしまってるっていう、まあまあ、それはそういうふうなアニメもあるということでですね、そんなアニメを見てる俺も悪いのかもわかんないんですけど、だって今僕が今毎週楽しみにしてるアニメって何かっていうと、ダンベル何キロ持てるかなっていうですね、どうでもいいアニメと、あとですね、通常攻撃が全体攻撃で連続2回攻撃のお母様好きですかって、この2つしか僕アニメ見てないんですけどダメな俺、ここまで言っといてダメな俺って話なんですけどというわけでですね、無料解説はここまでです。解説いかがだったでしょうか。キャラたちの高揚に合わせ岡田さん自身のテンションもすごく上がっているように見えましたね。次回は選曲が大きく動くガルマチルの解説です。お見逃しがないようチャンネル登録をおすすめします。それではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。